はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、ICR7 のアタッチメント解説ということで、まあ、おすすめアタッチメントみたいな感じなんですが、ICR7 ね、何をどういう風にね、使っていくと強いのかみたいな、どういうアタッチメント構成が強いのかみたいな、まあ、そんなところをね、お話ししていきたいと思います。で、この動画はグリップ1と、ロンバレーですね。グリップ1とロンバレーが、まあ、無難に2個選ぶんだったらそこが強いかな、みたいな。まあそんな感じなんですが、グリップ1とロンバレって最初出せないんですよね。大体、まあ出てくる順番で言うと、グリップ、フルメタルジャケット、クイックドロー、レーザーサイト、ロンバレ、グリップ2みたいな。まあそんな感じなんですね。で、合計6個しかアタッチメントがなくて、角曲がとかができれば欲しいんですが、ないというね。まあちょっとこう、ICR7、ちょっとそこら辺困ったところがあるんですけど、まあとりあえずね、最初に出るグリップ、グリップは本当に1試合やってりゃ多分出ると思うので、まあグリップは必ず使った方がいいですね。で、ICR そもそもどんな銃なのかみたいな、まあそういう感じなんですが、ICR7 ね、この銃はあんまりこう火力がないタイプの銃になります。火力はないけど、その代わり、命中率が高いみたいな。あんまりこう、リコイルが、まあなんだろうな、リコイルがすごくちっちゃいので、ちゃんと狙ってればほぼほぼ確実に当たるから、まあだから TTK はそんなに下がらないみたいな。まあそんな感じで、ランパートみたいになんかゴリ押しする感じじゃなくて、ちゃんとなんか10発とか撃ったら、まあそのうち何発当てるのかみたいな、それをまあまあ当てようみたいな、まあそんな感じの銃になります。で、まあ、強い構成で言うと、やっぱこの動画で使ってるグリップロンバレがね、2個使っててコスパがいいなとは思うんですけど、グリップロンバレの前は、まあ、2個使うんだったらグリップのフルメタルジャケットとかでもいいのかもしれないですけど、まあ、結局あんまり相性が良くないのはフルメタルジャケット、まあ、フルメタルジャケットとレーザーサイトがあんま相性良くないんですよね。で、なんでフルメタルジャケットとね、まあ、レーザーサイトあんまり相性が良くないかっていう話なんですが、フルメタルジャケットはまずそもそも抜いたところでそんなに元々の一発の威力って大したことないので、なんか LMG のフルメタルジャケットみたいに、なんか航空機が落とせるわけでもなく、なんていうのかな、壁を無理やりぶち抜いてぶっ殺すわけでもないので、まあなんかそこら辺そんなにフルメタに期待するのはどうなのみたいな。それだったら頭出しをしっかり抜く方がいいかな、みたいな。まあそんな感じになります。で、レーザーサイトもね、同じような理由っていうか、あんまり相性が良くないからですよね。レーザーサイト使って強い銃って、まあ、例えば、ベスパーとか、まあ、このゲームでいうスピットファイアとか、ああいうレートが高くて、元々の火力が高い銃をぶつける感じで使う方が強いと思うんですけど、まあ、なんていうのかな。そんなに結局、こうね、元々の火力が大したことないので、レーザーサイトをつけて使っても、TTK が下がるだけであんまり強くないっていう、まあそんな感じですね。あんまりね、レーザーサイトはね、PC でも使ってきてないので、PC 版の方がレーザーサイト強いんですよ、基本的に。腰ダメ系が強いので、PC 版はね。PC でもレーザーサイト使ってる人いないので、まあ PS4 であったら、もうね、なおさら、こう、レーザーサイトはあんまり相性良くないっていう。まあでも、つけるもんない時はしょうがないですけどね。まあしょうがないですけど、まあフルメタか、まあレーザーサイトか、みたいな、みたいなね。まあなんとも言えないところではありますね。まあ総合戦を強くしたいんだったら、まあ確かにクイックとレーザーサイトを使った方がいいと思うんですけど、まあそれだったらぶっちゃけ、なんていうのかな、ちゃんと頭出しをグリップロンバレで抜いた方が、まあ強いかな、みたいな。まあそんなところですね。で、気になるところがグリップ2なんですけど、グリップ2はね、確かに面白いんですよね。グリップ2って、普通にね、グリップがリコイルを低減させるっていうアタッチメントですが、グリップ2の場合、ADS している時間が長いと、リコイルを大幅に低減させるみたいな、まあそんな感じのやつで、まあなんだろうな、この文章だけ読むとなんか頭出しで待っとけってことなのかなみたいなね、まあそういう感じになりますが、頭出しで待っとけっていう、まあそういうことでもなく、まあなんだろうな、ADS してる時間が長くなると自動的にリコイルが減るみたいな、まあそんな感じで、まあなんて言うんですかね、まあ別に、こう普通に使ってても、例えばなんだろうな、まあ35発確か相談数があると思うんですけど、20発ぐらい撃つとね、まあ自動的にグリップ2の効果発動するんだよね、いきなり打ち出してもね。まあだからまあ普通にグリップ2、まあ使ってもいいですけど、まあグリップと必ずかませなきゃいけないので、まあちょっとそこ微妙かな、みたいな。まあそんなところではありますが、まあなんだろうね、遠距離同士の頭出しの打ち合いとかで最後の粘りみたいな時に、まあ勝つ確率はグリップ2つけるとめっちゃ上がるっていう。まあそんな感じですね。だからまあ3つ無理やりアタッチメントつけるんだったら、グリップ、グリップ2、ロンバレとかにすると、もう本当に遠距離でもめちゃめちゃ威力あるし、なんだろうな、グリップ2つけて遠距離もめちゃめちゃ威力あるし、かつ頭出しも抜くみたいな。まあそういうえげつないことになるという。まあそんな感じですね。まあそこら辺も強いですし、まあバランスを取るんだったら、グリップとロンバレだけでもまあまあ強いみたいな。まあそんな感じですね。アタッチメント構成的に言うとね。まああらかた話すこと話終わったぞみたいなね。まあそんな感じですけどね、これでね。まあグリップ、フルメタルジャケット、クイックドロー、レーザーサイト。
まあ、今回ね、サプが何でもつけられるわけじゃなかったりとか、まあ、するので、まあ、なんとも言えないですよね。何でもかんでもとりあえずサプつけるっていう作戦もあったんですけど、昔はね。まあ、今作なんかサプつけられる銃とつけられない銃あったりとか、KN とか確かつけられるんですけど、まあ、ICR つけられないし、まあね、みたいな。そんな感じですよね、これね、ICR。まあ、こんな感じで、まあ、アティリアやれるみたいな。まあ、そんな感じですね。ランパートと、例えばでも ICR の困ったところとして言えるのが、例えば、頭出し同士の、ミリの頭出し同士で、まあ、ランパートの大口径と戦っても、勝てる確率はまあまあ高いんですよ。もともとランパートとかだと威力が高いから、威力が高いというか、リコイルがでかいから、まあまあ散るんですよ、弾が。でも、まあなんていうのかな、ランパートと ICR の頭出し同士の勝負、でも、ランパートが確率もまあまああるんですよね。結局、ランパートの方が威力あるし、大口径でさらに威力かさ増しされるので、ランパートの大口径がヘッドに入ったら、まあ、めちゃめちゃ削られるから、それで死ぬ可能性あるんですよ。でも本当は ICR が勝たないとおかしいんですよ。なんでかっていうと、絶対に ICR は、もろ出し同士、要するに、何の遮蔽物もない状態で ICR とランパートが戦ったら、絶対 ICR 勝てないので、まあなんだろうな、本当は勝てなきゃいけないんですけど、ランパートに。まあでも、まあ、ICR は負けるというね、そういう時に。まあ、そこら辺のちょっとこう困ったところはあるかなという、そんな感じですね。やっぱり、めっちゃ当たった時、まあ、とにかく当たりやすい、リコイルがちっちゃいっていう、まあ、こんな感じで、なんだろうな、遠距離からピチピチ打って抜けるんだけど、まあ、めっちゃ撃たれた時の削られ方は、やっぱり ICR、すごく火力少ないっちゃ少ないっていう、まあ、そんな感じですね。で、火力が少ない分はやっぱロンバレで底上げしてるっていう、そんな感じですね。ラピッドファイアとかつけられればいいんですが、ラピッドファイア今作なかったりとかするので、うん、まあ、ちょっと微妙だよねっていう、まあ、そんな感じですね。ICR。まあ、確かにすごく初期武器扱いやすい説、濃厚だっていう、まあ、そんな動画前出しましたけど、確かに初期武器らしい、すごく扱いやすい銃です。癖のない銃で、でもまあなんだろうな、初心者の人がいきなり使ってもキルレが上がるかっていうとそうでもないと思うんだよね。なんでかっていうと堅実な立ち回りが求められるので、まあなんだろうな、うわーめっちゃリコイルでかいみたいな、うわすぐ弾なくなっちゃうみたいな、そういう感じではないですけど、まあみたいな、微妙だよねみたいな、そんな感じですね。できればストックとかが欲しかったんですけどね。もし ICR に何でもアタッチメントつけられるんだったら、ストックとかが強いと思うんですよね。可変ストックとかで動きながら撃った方が、まあ、すごい命中率も上がるし、まあ強いと思うんですけど、まあストックないしね、今作ストックないっていうか、ストックあったりなかったりなので、本当はストック2まであったらいいと思うんですけどね。ストックと、例えばロンバレとか、まあ、ストックグリップとか、まあ、そういう、ストックグリップロンバレとかも強いと思うんですよね、例えば。全部1にして、ストックグリップロンバレつけると、ADS しながら動きながら打って、削ったりとかできるんですけど、まあ、今作、まあ、このゲームというか、なんだろう、ICR にはストックないので、まあ、っていうね。まあ、そんな感じですね。はい。ということで、これ、慣れない PS4 で頑張って撮ってきたやつですけどね。うん、ICR くん。ねえ。なかなか微妙な武器だよね。うん、まあ、みたいな。うん、まあ、弱くはない、みたいなね。うん、とりあえずそろそろね、ヘルストーンもね、展開しようかなと思ってるよ。ほら、展開してきた、みたいなね。全然いいね、みたいな。とりあえずダブルキル、みたいな。コントロールヘルストーンも強いよね。うん、普通になんかやれる。アルファとか隠れる場所ないからね、めっちゃ強いよ。おすすめ。ライトニングストライクが来たら下がってるね。えらい。ほらーって。まあやっぱこのゲームね、あと体力が多いからね、二人で撃てば ICR でも絶対削れるしね。そこもいいよな。まあ、こうやって、うわー来た、盾来たーみたいな、盾来たーみたいな、とりあえず逃げるかみたいなね。クラスターグレネード置いてバッと逃げるというね。なんかよくわかんないけど味方が勝手に取ってくれたんだかみたいな。いやー。これからね、ちなみになんですけど、このおすすめのアタッチメント解説今やってるじゃないですか、アタッチメントの解説。で、僕の予想では、まあ、全く関係ないっていうか、なんか僕のこう、身の上話みたいなもんなんですけど、僕この動画ってあんま伸びないと思うんですよね。まあ、伸びたら嬉しいなとは思いますけど、伸びないと思うんですけど、これ続けるみたいな、どうなのみたいな、アタッチメントの解説続けるかどうかさ、こう、だから、こう、なんていうのかな。プレ4プレイヤーとかでも、まあ別になんていうかな。BO4 のプレイヤーの人で、これもっとやれっていう人と、なんか別にまあいいやみたいな意見があればですね。まあもっとやれっていう意見がどれだけあるかなんだけど、どちらかというと。まあぜひコメに書いてもらえると嬉しいなという、そんな感じですね。ちなみにサイトありますが、このゲーム。別にサイトなくても全然問題ないので、まあなんか、とりあえず、あんまあれだったらサイトなくてもいいっていう。まあ、そんな感じですね。はい。というわけで、まあ、何はともあれ42キル5ですで、この試合は終わったという、そういうことですね。エイジャックスね。エイジャックス強いよね。てか、エイジャックス以外さ、エイジャックスのスペシャリストが強すぎんだよね。エイジャックスとテンペストが強いよ。
でもテンペストは外すと荒ぶるし、なんかスピードファイヤーで高速で動かれるとテンペスト当たんないけど、エイジャックスそういうことないからさ、いいよねっていう。まあそんな感じでね、まあ何やともあれ、この動画終わりたいと思います。この動画ね、まあぜひぜひ、高評価とチャンネル登録、そしてコメントをね、よろしくお願いします。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。